皆さんこんばんは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、怖いおじさんたちにキャンプに連れてこられました。だったくね、この寒いのにね、雨も降ってるのにね、もうヤクモさんとかあれですね、雪降ってるってのにね、危機として家出てきたんでしょ。無理やりです。いや、もう大喜びで出てきたっていう話なんですけど、それとこのじゃあブルーシートタープを見ていただけなきゃいけないですよね。僕が来たらもう完成してました。美味しいとこだけいただくのは僕の得意技です。相変わらずずずしいですね。てへっぺろ。あ、じゃあ乾杯。なしなし。寒い時はもっと濃い酒でよかったな、やっぱりな。相変わらず酒に意地汚いですね。しゃぶちよりちょっとはマシだけど。酒でご飯炊いてます。全員焼き鳥買ってきてましたね。僕は 30% 引き。僕も 30%。 あ、本当だ。俺ファミマ。昭和生まれのおっさんたちはついつい食べ物を買いすぎます。しかももったいなくて残せません。怖いおじさんたちもおっさんだからね、もう夜弱いんで寝ちゃいました。もう一本だけ飲んで寝ます。僕も、僕もおっさんなんだよな、考えたらな。ということでおやすみなさい。最後の一本は飲まなきゃよかったかな。きつかった。朝です。おはようございます。飲みすぎで調子悪かったです。ぶっちゃけお家に帰りたかったです。ヤクモさん朝から肉食です。って言いながら猫さんもソーセージ食ってるもんな。飯より睡眠が欲しかったのですが、朝の強いおじさんたちには逆らえませんでした。さあ、通称捨て駒ヤクモさんが行きます。今日また一発目ですよ。もう一発目でもああいう泥だらけだろうが関係ない。なんもない。やっぱ。あら、それで終了？うん。ヤクモさんのおかげで、無駄足をせずに済みました。いつもありがとうございます。さあ、本日2回目ヤクモさんの、投入です。まずは捨て駒。捨て駒。安全確認してもらわないとね。そうだ、軍手取ってこなきゃ。なんかどうやら掘りかけという情報が入ってきてます。あ、でも意外と規模はダメだ。近くだけど、ええ、掘りかけ。あ、掘りかけ終了。じゃあ一応とりあえず僕も何も取ってないっていうのなんなんで行ってきます。よいしょ。うわ、狭いな本当に。よいしょ。出て、もう畳ぶつけちゃった。え、何これ。あのちくやの何なんだろう。あのちっちゃいの何なんですか。獣です。獣。どういう意味。掘りかけって号自体は掘りかけだけど、ええ、それを獣が今巣穴に改造してるとこですね。あ、そういうこと。よいしょ。あ、でも爆風よけもあるね、ちゃんとね。あ、ゲジ穴だった。しまった、これだと映りが悪いんだ。このライトじゃダメなんだよな、このライトでね。こんな感じになってますね。そしてこちらがこれで、獣の穴。ハクビシンとか。よいしょ。アナグマか。アナグマ。アナグマ。よいしょ。あれ、もしかしてこれヤクモさんの嫌がらせ。よくわかったね。どうだった。本日のメインイベント行こうぜ、ええ、メインイベントはまだですが、その前にもう一本。ああ、左に進んでる。行ってる。シカゴ。シカゴですね。ちょっと埋め戻したような感じの地下壕が発見されました。え、これ埋め戻し入り口銃眼じゃなくって。入り口だな、これ左に登ってるね。じゃあさっきのあっち繋がってんのかな。ぽいかもしれないですね。右はなんか情けだけど。
直前にすぐそばにもう一つ見つけていました。さて、あそこになんか悩ましげなものがあるんですよね。これ正面突破や。あ、痛いやつだ。あ、手がかりがないんだ。ナイスだべ。マジっすか、うん、なかなかね、これ逆に左に曲がってるよ。へえー。あ、右はないんですか。こっちね、幅が1400ぐらいある。速射砲。ないんですか。右だ、左にしてる。左ってことは繋がってないんだ。ここね、これ、ここね、あ、バイク、車来た。あ、うわ、ジムに組んだんだ。じゃあパパさんどうすれば入ってくる？あれだったら。そうですね、入んなきゃね、やっぱりね。ちょっと待って、じゃあ行ってみる。ええ。あ、行ける、足から行けますね。何メートルぐらいあるみたいです？ほんとね、まず正面入って8メートルぐらいで、左に折れて5メーターで終わりで、右側が2メーターぐらいで積み上げてあって、下向きのやつが全部塞いである。あー、じゃあでもどっちにしろじゃあ繋がってたんですね、下とね。うん、下とは繋がってたのは間違いない。了解です。お、出てきました、出てきました。あれが日がちな人の姿です。あ、でも意外とそんなに泥だらけって感じじゃないですよ。よし、よし。よし、じゃあ行きますか。頭から入るのってやっぱりちょっと怖いですよね。おお、どうなってるといいかと言いますと、こうですね。ちょっとこのライトじゃ暗いな。あ、でも中広いんだ。よし、じゃあちょっと待ってくださいね。はっと、よっこいしょ。あ、なんかヤクモさんが怖いことしに来る。どうしよう、足が入んない。あれ、どうしたらいいんだ。頑張る。どうしたらいいんだ。左足が入んないよ。頭から入る。あった、ちょっと、よいしょ、うっと、おー、頑張れー。うわ、やった。あ、いや、出てか。あー、ありがとうございます。なんだよ、いきなり鳥だらけだよ。どっちのライトの方がいいんだろうな。あ、この明るさ。お、突入しました。よいしょ。あー、埋め戻し、本当だ。これは、あ、なんだ、もうこれここでおしまいか。あ、もうヤクモさんの入ってくる記念碑的なシーンを。はい、これはそうですよね、人為的な埋め戻しですもんね。人為的以外の何もんでもないですね。なんでこんな頑張って埋め戻しちゃったんだろう。残土をどん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 突っ込むつもりだったけど、まあこの程度で嫌で終わっちゃったのか。ええ、うん、じゃあとりあえずでも僕はもう、じゃあこれで帰還します。よいしょ。ヤクモさんは今晩ここで一夜を明かすんじゃないですか。そうしたいですね。そうしたい。いやこれ弱いんで。なんかおかしなこと言ってますよ。よいしょ。あ、これどうやって出てないんだかよくわかんねえぞ。よいしょ、よいしょ。あ、出た。わ、マジで僕は汚れちゃって。よいしょ、まあいいか。ということで、よいしょ、とりあえず
とりあえず本日一発目じゃないか。どこ持ったらいいのかわかんねえんだよな。あ、本当ですか。あ、ここか。おお、ヤクモさん、ヤクモさん折り方が今プロの折り方がガチの折り方だよ。まあ小物だけどちょっと盛り上がったね。おおって見ればわかります。はい、わかります。とりあえず入ってみろって言われたけど顔だけ突っ込んでみます。またこれよくこれ入ったな。普通にやっぱり行かれてるとしか思えない。あ、風来てますね。よいしょ。え、なんでこれ通れたの。ダメだダメだ、僕はもう行けないよこれ、無理。あ、でもそうか、閉塞、これがさっきの閉塞した部分に繋がってるんでしょうね。うわ、まだ、あ、足が滑っちゃう、滑り落ちる。よいしょ、やべやべやべ、ライト落としちゃった。そう、今回は小物をいくつかまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。普段の探索風景を紹介したような感じになりました。機密の2つは軍物ではなくて民間の防空壕かもしれません。普通のものは東京湾兵団のものでしょうかね。泥際なのでいくらか削り取られている可能性もあります。ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。高評価や低評価、チャンネル登録などもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さようなら。